ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。北海道で熱帯魚飼ってるのかわいそうとかね、前回の動画のコメントで、真冬の北海道で熱帯魚を飼うために行っている対策を教えてくださいというコメントが来たので、今回は教えます。教えますというか、無意識に窓を見たらやってたんですよ、今年。っていうのも YouTube をやってると自分が生活するものを買う暇がないんですよ。こないだは除雪って言ってね、雪が降るんで、その冬版のスコップみたいなのあるんですよ。その雪をかく除雪機とかね、布団買いました。布団と敷きパッド、いろんな店に行って、でもそれ動画にしても仕方ねえなと思ったんでやってなかったんですけど、まずヒーターとサーモスタットを入れる。部屋寒いですから、冬は各メーカーいろんなヒーターとサーモスタットがありますので、これを入れます。一番いいのは日装のヒーターです。ただあれは縦置きできないんですよ。ジェックスとコトブキは縦置きできますけども、なぜか縦置きできない。それが非常に不便。日装が縦置きできるモデルを作ってくれれば全てが平和になるんですけれども、なぜかね、横置き限定なので使いにくいので、仕方がないからジェックスとコトブキのヒーターを使っています。これは詳細は過去動画で何度も詳しくやってるのでご覧ください。もう一つ、今回の主役こちらです。偶然買っていました。もうすでに窓に貼ってます。いや、これどっからこんな冷たい空気入ってくんだよと思って、いろいろいろんな部屋のところをこう手かざしてみて、一番寒かったのが窓だったんですよ。だからこの窓ガラス断熱シートというものを買いました。今までも買っていたんだけど、例えばホームセンターで売っている結露防止のシールのやつあるんですよ。猫の柄描いてるやつとかね、いろいろ可愛らしい絵が描いてる結露を防ぐマットってやつがあって、それを貼るんだけど全く意味ないんだよね。3日ぐらいで普通に結露するし、横線の薄っぺらい窓に貼るやつとか昔貼ってたんですけど、あれ何の意味もないんですよ。でその後札幌ドラッグストアっていう札ドラという薬を売っているドラッグストアがあるんですけれども、その札ドラで断熱シートを買ったんですよ。でそれを今数年間使っていたんですけど、そろそろ剥がれてきたということで、あと電気代が上がったということで、本当に効果のある窓ガラス断熱シートをネットで調べたところ、このコメリのこれがランクインしていたので購入しました。コメリよりも性能が高いやつもあったんですけど、聞いたことないメーカーなんですよ。聞いたことがあるメーカーで一番ランキングが高いところにあったのがこのコメリだったので、コメリに行って買いました。ちなみにカインズ、 DCM、 ビバホーム、コメリとか今年結構行ってるんですよ。実はネタを買いに、コメリのアクアコーナーが一番状態が良かったです。商品とか見ても非常にコアなもの売ってるんですよ。まあこういうジェックスもヒーターもそうですけど、ホームセンターとは思えないぐらいいろんな種類のものが売っていて、あと水槽コケ生えてないんですよね。コケ生えてないし魚すごく元気だったんで、あ、この人本当に魚好きでやってるんだなっていうのを、そのコメリの店舗に行って気づいたのと、売ってる生態もね、なかなかホームセンターで見ないようなやつなんですよ。で値段も安いですし、店員さんもニコニコしててね。水で貼る、窓ガラス断熱シート、暖房効果アッププラス結露防止、コメリパワーのシール貼ってるのはコメリで買ったからです。店舗で購入してます。三層シート、灯油代電気代の節約に、水で貼るだけ貼り直しができる、室内の明るさそのまま、大粒7ミリ厚の空気層で断熱効果、幅90センチ、長さ180センチ、厚さ 0.7 センチ、1枚入り、ポリエチレンでできてます。こちらはコメリから出ております。私が大量に購入した時は700円台だったんですけど、その2週間後に行ったら900円台まで値上げしてました。だからまあ今もしかしたら1000円ぐらいになってるかもしれません。こんな感じ、大粒の丸いやつがありまして、厚さ7ミリです。3ミリとか4ミリの厚もあるんですけれども、それダメなんですよ。10ミリだとちょっと値段高すぎるんですよね。確か1000円超えてた。で7ミリはまあそこそこ値段、まあ高いっちゃ高いんだけれども、安くて断熱効果があるという結果を確かあのサイトで検証していたので、いいなと思って買いました。窓の長さを測って、油性のマジックのペンで印をつけました。でここを100均のハサミで切っただけです。このメーカー親切でして、反対側をガラスにお貼りくださいというシールが端っこの方に貼ってます。これちょっと私が分かりやすくするためにこの辺に貼ったんですけど、窓に霧吹きでもうものすごく水をかけてこれを貼ると、あやべえまっすぐじゃねえってなったらすぐ剥がせます。でまた霧吹きでかけてこうやればしっかりつきました。この光の透過率が高いんですよ。まあちょっと分かりやすく言うと、こう太陽光がこう差した時に部屋の中暗くなるやつあるんです。色黒くて目隠し機能はそんなにない、こう見えます。普通に明るさっていうのを軽視しているメーカーが結構あるんで、このコメリはですね、部屋を明るくしつつ部屋を暖かくできると。で実際これつけたら1度ぐらい暖かくなってます。窓にこんな感じで貼ってます。本当は1枚で貼ればいいんですけど、もったいないんでね、短く切ったものもこのようなテープで貼り付けて
やってます。水だけで貼ったんですけど、ぴったりくっついてます。剥がれてこないです。ふぶつけたら、あとは外部式フィルターにアルミを巻くっていう方法もあります。断熱くんっていうのはチャームで売ってるんですけれども、あれを外部に貼り付けることで水槽の水温が保温できるらしい。ただあれ巻くとですね、メンテナンスめんどくさくなるので私は巻いていないです。今年は電気代がぐわって上がったので、下手すら6万円ぐらいいっちゃう可能性があるので、なるべく電気代を安くしたい、そして窓ガラスもしっかり断熱効果のあるものを使いたいと思ったので、無意識に私はコメリのこれを使っていました。二重窓ならば内側と外側全部つけるという、そうすればしっかり温まると思います。真冬の北海道でも熱帯魚問題なく買えるので、皆さんも購入してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。バイ。